ミックスミックスミックス。よーし、というわけで、じゃあ今回もね、マリオ&ルイージーペーパーマリオミックスやっていきましょうか。というわけで、前回はですね、前々回手に入れた、クッパの紋章みたいなマークをはめて先に進んできたんですよ。で、先に進んできまして、で、ちょっと雑魚が多かったから、ちょっと先に始末してきたね。で、なんかアイテムも回収したんだけど、ここはまあ、金でした。で、金ゲットしまして、ここはダッシュでこうでいかないといけなくて、で、ここにあったらダブルワンアップ、キノコで金でした。もうほぼ金しかなかったね。で、この先にアリ兵がいたんで、そのアリ兵だけ始末してきたんで、今回はそこの先、で、この鳥をキャッチだっけ鳥をキャッチでここ開閉して、この先はなんかアリ兵がいたまだ。まあ、アリ兵はもう無視でいいでしょう。アリさんマークの引っ越しは無視しまして、で、こっち側にもなんかあるが、これはな、装備品金でした。で、これはなんだこれも金だね。というわけで、あとはアリ兵がいるだけなんで、じゃあ早速先進んで、多分この先がクッパ城だと思うんだよね。で、着いたらなんか、ボスと戦いそうじゃない、まあ、というわけで早速行ってみましょうか。行ってきまーす。で、どこだよどこだよここ。で、何これ全然予想と違ったし。で、お前さん何ここ。ミテルデ諸島の地下に迷っていたら、うっかりこんな離れ小島に出てきてしまいましたね。人々の記憶から忘れ去られた無人の小島みたいです。こういう場所にこそ古代のロマンが眠っているのかもしれませんね。全然ボス戦の関係なかったわ。何だったんだよ。で、ここどこ、本当にどこだよここ。で、なんか真ん中にすげえ氷つうか、なんか氷付けされてるやつあるし、まあ、いや、とりあえずこっちから行ってみるか。え、どうしたらいいんだこれ。まあ、とりあえずね、ペーパーバッグか。まあ、普通にいるやつ、これなんか貝殻、なんか地下でしてこいってことかね。なんかそうっぽいよね。で、金があった。あー、もうこれ金連続取りかい。オッケー、金連続取りしといて、オッケー。で、こっち側は何もねえですね。じゃあ、というわけで、じゃあ早速この動画入っていこうか。エビワイ。えい。で、ここは、あー、地下か。で、これ何です？どうも。もし蜘蛛の巣が体に絡んだら、ダッシュして。へ？な、何を言ってるかよくわからんけど。で、これは？うん。開くんだ。で、制限時間内以内じゃね？また、おい、行けってやつですね、これ。あ、で、なるほど、これは。うぅー、なるほど、なるほど。くぅー、全然割れねえ。よいしょ。これ、なるほど、一番薄いの選んだ方がいいってわけね。これだな。これが一番早い。うぅー。で、これ、こっち行って。こっち行って。ぬかるみジャンプ。はい、ぬかるみジャンプ。で、ぬかるみジャンプからの、一番左ですね。これ、もしか一番遅いの使い方、もうアウト。アウト説あるな。で、これ、こっち行って。で、こっちだな。こっち行って、はい、間に合うかこれ、間に合うから、ちょ、で、こっち行って、ここが正解ですね。いい、間に合わないかも、間に合わない、間に合って、お願い、お願い、お願いします、お願いします、お願いします、やめてー、ふぅー、間に合いました。というわけで、じゃあ早速こっち側に豆があるんで、これ回収していきましょうか。俺全部豆か。どうなんでしょう、まあ、とりあえず、ポポポ、金。見事なまで金しかねえ。唯一ヒゲ豆だけあったわ。で、これは3つとも豆か。はい、どっこいしょ。ディフェンスだけ。意外とわびしいな。というわけで、これこっち行って、こっち側にちょっと戻りたいんだよね。豆とかあるし。で、これ豆、ハート豆、で、ブラザー豆の金。で、こっち側にもなんか下になんかあんのよ。そう、こっち側。こっち側になんかあんのよ。こっちはなんだ？うお、うお、うー、すごい邪魔。ヤポン、オッケー。で、これ何？魔剣決めると。ほう、魔剣決めると。見てみましょうか。前々回でしたっけ？ブルーを倒した時に手に入ったこの時折りハンマーは、ルイージに装備させておきました。で、なんだっけ？魔剣器でしたっけ？魔剣器ってどういう効果よ？ダメージを受けるためにパワーがアップする。まあ、これはマリオの方がいいんじゃないかと思うんで、ちょっとマリオくんちょっとディフェンス全て下がるけど、これ魔剣器つけといて。で、この先進んでて、これ何？またでけえな。まあ、これは鳥を、ハンマーというわけで、これ叩くと、あーで、上にあったこの貝殻が動くのか。で、これ何？だからもしこれを3つ起動させると、あれかな？真ん中が壊れていけますよ、的な感じ？絶対あのさ、公式みたいに作ったのカメックが邪魔したんだよ。で、俺たちはまたあれでしょ？まあ、3つなんかやって、せっかく入れてもなんか邪魔されるんでしょ？知ってる知ってる。で、またクッパージョンの性格ついても、あれだとかいないんでしょ？知ってるよ。もう知ってんだよ、もう展開。目に見えてるよ。じゃあ今度はここにあった土管に入っていきましょうか。というルイージジャンプして、はい、お邪魔します。これもさっきのクモの巣と同じようなことすんのかなと思ったが、なんか違うか。どうなんでしょうね。あ、なんか上にリングありますね。なんだあれ。多分鳥をドリルでいけってことなのかね。おー、ちょっと待って、バサバサいなかった今。あ、バサバサ、うおー、手裏剣？あー、バサバサいますね。で、まあ、とりあえず、バサバサ、はい。え、ほー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 、わかりやすい攻撃。すごいわかりやすいね。はい、おい。いいね、バサバサくん。まあ、とりあえずちょっとアリ兵だけ始末してくるわ。
ん？おう、おう、おう、なんだあの技？初めて見る技でなんかうまい感じ回避できた。面白いね。で、アリヘイ君？あ、あいつ逃げるんだ、一人になると。へぇー。お、ハンマー防御も来た。どういう感じ？ほう、え、え？一方的ないじめが始まってしまった。なんだったんだ？まあ、バサバサ君の行動パターン全部見れたので、まあ、後に回避だけやっときましょうか。ここに、まあ、バサバサ君がいるのはよくわかったんだけど、ここの広間は何なの？やけに広いけど。あーで、バサバサ君いるのか、戦ってくるわ。あ、パワースカーフ落としたあいつ。いや、ペーパーバサバサがパワースカーフ落としたね。いいね。あ、でもそうだった。パワースカーフ今、コピーバングルついてるから、あまりいいとは言えないんだよな。でもコピーバングル、でも意外と強いんだな、コピーバングル。コピーしなくていいから、いらない気がするね。で、あとさっきついでにね、お返しウェアデラックスってのをゲットしたんで、これは何？一定確率でダメージを受けた相手も同じだけダメージ。あー、あれか。4にあったな、そんなの。どうしよう、ダンディウェアの代わりにだったらお返しつけといてあげます。スピード上がるしね、ルイージ。というわけでお返しどうぞ。まあ、ペーパーマネーつけ入れようと思ったらパワースカーフも決して弱くはないけど、まあ、デラックスの方がいいよねって感じはするよね。まあ、というわけで、じゃあ早速あそこの真ん中に潜れる場所あったんで潜っていきますか。ここだね。これは何をするんだろう。まあ、よく分かってないんだけど、これ入ってって、ん？はい、はい、お？え？あ、そういう感じ。で、これこっち行って、はい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 、こっち、はい、こっち。なるほどね。こんな感じで周りを行き来できるわけだ。じゃあ、とりあえず、周りであるもん回収してくるわ。ハート、金、パワー、ディフェンス、スピード。はい、というわけで逆側渡ってきまして、金。で、ここでまた同じように渡っていけばいいわけか。はい、はい。で、これ同じ向きの部分しか行けないみたいなのよ。だからこんな感じで、横に行きたい場合、この横に頼るしかなくて、下に行きたい場合、これ下に頼るしかないわけよ。なるほどね。これ面白いね。で、これこっち行って、こっち行きの、こっち行きので、ここなんだ。ここは豆があるだけ。金、ディフェンス、金、ヒゲ豆、ブラザー。で、こっち行って、ここ行くと、あれ、トリオハンマーで壊せる場所があるんで、これ壊して、二つ目攻略と。面白い、なんかミニゲーム系が多いイメージだね。ちょっと早送りしましょうか。同じ流れだと思うんで。はい、ビーム。で、あと一個あれば、これを破壊できると。破壊したらなんか戦いそうじゃない？気のせいかな？さすがにないかな？でもなんか誰もブルト以外ボス戦ってないかな？でもそんなさすがに連続でボスと戦うってことはねえか。わびきたぷくぷくかい。じゃあ三つ目のところも入っていきましょうか。さてここは何があるのかな？ここも潜りゾーンなのかな？どうなんだろう？なんか潜りゾーンっぽいわ。潜りむゾーンって感じだわ。じゃあ早速ちょっと周りを散策してから潜っていきましょうか。ハート。おお、すごいな、ここ。ハートとスピード。というわけで、豆ゲットしまして、これ入って、なるほど、こんな感じでちょっと、タイミングをちょっと合わせないとダメよってわけで、ハート豆ゲット。で、こっちは、パワー。いいね。マジで今回豆がいっぱい手に入るイメージあんな。で、これポン。まあ、前回ポロリがあったからね。まあ、ポロリもあるよってわけで、はい、オッケー。はい、これオッケー。で、からの、あーここです。というわけで、一番端っこまで来たのかな、この感じ。いや、まだなんか上にあるな、これ。で、なんかスピードとディフェンス豆ゲットしまして、で、ここら辺が溜めといて、来るだろ？来いよ、オッケー、で、来た。若干遠くねえか。うおー、来た、真ん中にあるのかい。オッケー、ここで。で、発射されるときは止まんのね、さすがに。ありがとう、良心設計。で、これで、ぴょーんで行きまして、ぴょーん、ふぅーゲームセットオッケー、というわけで到着できました。若干危なかったね、最後も。最後も若干危なかったけど、まあ、とりあえずこれで、3つ照射完了なので、これで真ん中のあのよくわからん鉱石壊れるんではないでしょうか。はい、ビビビビビビ。この鉱石何でか。で、これは、うーい。弾けて混ざったね。で、これで戻ればいいのかな？じゃあ戻りましょう。さて回復も成分をしたので、早速これで先進んでいきましょうか。さて、これどこに繋がんだ？赤い、おー、クッパー城っぽいとこに繋がったのがマークあるもんね。で、この広間は何？うわ、ペーパーファイヤーとか、うわ、なんかもう喪失炎だな。喪失録だな、クッパー軍団。え？さて、豆を取ろうとしまう、アリヘイにぶつかってしまったので、これ豆回収しつつ、先進んでいきましょうか。いや、やけに多いな、ファイヤー。ファイヤーブロスがやけに多いね。やめてやめて。今俺狙われ、ただ豆が欲しい体なのよ、俺。ただが豆が欲しい体なのよ。オッケー。ありがとう、パワー豆。で、パワー豆ゲットして、あいつ無視しての、さて、で、アリヘイがまたいてぐらいか。そうだね、アリヘイがいっぱいいるぐらいだね。いや、みんな、今下画面映してると思うんだけど、カウンターチャージグラブ？なんかさっきカウンターチャージグラブってのにゲットしたね。で、カウンター成功でスターポイントが溜まる。はぁ。いいかな、別に。んで、話途切れちゃったけど、今、下画面映してたんだけど、クッパのマーカルとか、もうこれクッパ城か？え、嘘、ラスダン？いや、さすがにそんなことねえな。
ねえよね。あまりにも早すぎるよね。だって。で、これね、壊れかけのレディオ。いや、どうだろう。ちょっと待って、ちょっと、あと、ちょっと、来た道ちょっとまだ調べ尽くしてない。ちょっと、こっち先に調べたいな。こもったが何もなかったので先進んでいきましょう。で、何？なんか来る？なんか来そうじゃない？この感じ。どうしたの？何か気になる？なんか、気になる。このスケ何やら怪しい雰囲気がする？何？考えすぎじゃない？まあ、何もなさそうな感じが逆に怪しい気もするけどね。マジだよ。何？セーブしとけって。わかってる、じゃあセーブしとくよ。まったくこの赤い日が心配性なんだからね。まあ、とりあえず先進んでいきましょうか。で、なんか来る？なんで何も来ねえじゃねえか。バカだな。で、なんか来んの？ほら、やっぱり考えすぎよ。何もなかったじゃない。だといいが。あんまりドキドキさせないで。本当に何もないの？次なんか入ろうとしたらなんかあるから。まあいいや、とりあえず入ってみようか。おお、何もないんかい、本当に。ん？ちょっと待ったー！ドゥドゥドゥン、え、誰？おげさんたち、ここからは通行パスが必要だぜ。いや、誰だ、お前ら。もちろん通行パスはお持ちですよね。誰だよ、本当に。なんと言ってもここから先は、クッパ城に繋がっているのだから。お、ルイージ？ちょっと、あなたたち誰よ？ふさふさした毛みたいなのが邪魔なんだよ。毛？誰？もう何が起きてんの？なんだボールみたいな丸いやつが体当たりしてくるぜ。ボールじゃないわよ。失礼ね。イエロースターよ。美女で有名なチッピーよ。明るいとこで見たら腰抜かそうよ、本当に。うん、暗いからって言いたい放題だな。パスを持ってないのにここを通ろうとするやつ、こじゃる。あ、もしこの声ラリーか。いや、ルイージ大丈夫？ヒゲが剥がれちゃってるわ。早くくっつけて。やっぱつけひげなの、ルイージたちのヒゲって。おまけにこれでもくれー。あ、ルドウィックとラリーかな。マリオ、こんなにペチャンコに押しつぶされちゃって。あ、これはペーパーマリオだったわ。うん、でしょうね。へへ、どうでもいいってけ。もう本当に怒ったわよ。私の一度きりのスペシャル技を食らいなさい。何それ、何？え、八頭身の美女に、へぇ、チュン。え、八頭身？ね、何やってんの？何やってんの？見せろ、スーパーイエローアタック。いやぁ、画面外に何やってんの、お前ら。見せろ姿を。何だったんだよ。あんな狭いとこでスペシャル技を使うんじゃなかった。何をやったんだよ。見せろよ、せめて。私たちまでひどい目になっちゃったわね。おお、やっぱラリーでいいんかい。仲良しか、お前ら。あ、ルドウィックはいなかった？はぁ、まあ、なんともめんどくさい奴らだな。なんでルイージそっち側にいんだよ。お前、うなずくな。暗くてわからなかったけど、思ってたよりチビなのね。うるさい！そろそろ、こっちも本気を出していくぞ。お前はあっちだろうが！まったくお茶目だな、ルイージは。あ、ルドウィックだ。すまんすまん。動画に詰まってしまって出てくるのが遅れてしまった。お茶目だな。準備はいいか？ここからが本番だぜ。もちろん、いつでもいいぜ。かっこつけと強キャラか。それではこちらの広い場所で倒してあげよう。思いっきり負けるがいい。出たら相変わらずの、あれ、自称ハンサム、自称イケメンだと自称してるルドウィックさんと、お前たちがバトルガードを使えるなんて不公平だとは思わないか？まあ、確かにな。俺たちはバトルガード使っちゃうもんね。え、ずるー！スターポイントゼロ、こいつスピードアップだ。ダークスターポイント2個、貯めるぞ、ラリー。あははは！おいらに負けすぎー！攻撃をバシバシ当ててダークスターポイント貯めちゃうもんね。つまりあまり攻撃を食らえないということか。私が先に攻撃する。後に次！うん、分かった。ん？ルドウィックが先に攻撃って書いてあったな。つまり、ルドウィックが先に攻撃してくる。はい、はい。で、うん、おー、なんでね、おいおい、うわー、ちょっと、ほう、ほう、間違えて Y ボタン押した後のに、あいつ、あの野郎、もうずる、見た今の。ほう、あの野郎、ほう、あの野郎、そっちがそう来るんだったら、こっちだってね、ちょっと手段がありますよ。カードをバンバン使ってやるわ。行くぞ。あ、とりあえずはいつもの経験値からの、ディフェンスアップ。オッケー、いいですね。さあ、というわけで、さて、どうしたもんか、パワーアップを使うのもありだな。よし、キャラクターカードを使おう。え、マリオたちのパワーをアップ！ 25% アップ！ということは、これは一体ずつ仕留めた方がいいのかな？でも、ダイブの方がいいのかな？全体に与えられるしね。微妙なところよね。こいつらどういう言葉出してくるかわかんねえかな。とりあえずダイブで行ってみる。ダイブで行ってみようか。行きます。あ、こいつらバラバラになんねえんだ、ボスなのに。ボスだからなんかバラバラになるようなイメージあったけど、バラバラになんないんだね。じゃあ行きます。
はい、オッケー、ラリーとルドビック回収完了。じゃあ行きまーす。はい、というわけで、ぐる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 、ファイヤー。あんまり効いてるイメージねえな。鳥を描いたの方がいいまであるな。で、お前らどれが良かった？微妙だな。全体76ったら確かにいいかもしんないけどって感じはすんな。じゃあ、とりあえずフラコプターでルドウィックからやっていきましょうか。ルドウィック厄介そう。あいつはスピードアップするって書いてあったよね。あ、スピードアップぐらいだとそんな脅威性は感じませんって感じはするよね。まあ、というわけでルドウィックを先に潰していきましょう。やべ、ちょっとスティック意外と感度がいいんだよな。スティック感度が良すぎて困る。ちょっとここら辺に行って、オッケーオッケー。はっ！どこしょう !228 強！そんな出る！で、23。で、そうだね。まあ、とりあえず我々も攻撃していくしかなさそうだな。とりあえず、ルドウィックにちょっと攻撃集中したいんで、吹っ飛びロケットで行きましょうか。なんか吹っ飛びロケット意外と難しいんだよな。最後のロケットの部分難しいのよ。で、どっち？マリオ？ルイジー？はい、オッケー。というわけで、これでグイーンと回転しまして、おっこいしょー！エクセレントー！いいね。で、143。で、豪華 F。で、ルイジー何？あ、何？先に攻撃とか言ったな。ほー、痛い！やるね。で、ペーパーマリオに。ほっ！おー、なになになに？わわわわわ！うわ、お前らむずいな！やべ、ダークスターポイント2溜まった！スピードアップすんのか！うわー！厄介！何次は？よし、今度はこいつは2回攻撃を無効にするぞ。2回攻撃？何それ？どういうこと？ダークスターポイント4個食べるぞ、ラリー。あははオッケー！おいらに任せとけー！はぁ、仲いいな、あいつら。で、またそれか。で、まあ、これはまた先にルドイが来るっしょ。ルイージ・マリオ。で、最後に、この辺でジャンプか。おっけ、危ねえ。おー、連打、危ねえ。危ねえ。おっけ、おっけ、バカどもがよ。回ってるしめ。で、ペーパーマリオ3枚になった。ちょっと待って、こっちもだったらカードでちょっと受けるダメージ2回無効化させるわ。オッケー。いいね。カード合戦じゃん。遊戯王やってる俺たち。で、トリオカイトじゃ、トリオカイト使ってルドウィックを先にしましょう。オッケー、行きまーす。行くぜ。ほっ、というわけで1744。まあいいだろ、久しぶりのトリオガイドしてはなかなかいい線いったろ。32。潰せい！おらー！ 155。すんばらしい。で、オッケーで、ルドウィック落ちてきて、私を怒らせたな。本気出しちゃうもんねー。え？なんかしてくるか？あ、奥行きだわ。え、なんだこれは？え、なんだ真ん中のあの兵法。これ何、何あ、ブーメランかな、ブーメランっぽいな。で、これ、下の兵法狙った方がいいのかなこれ。下の兵法狙った方が良さそうだな。で、何これは、ちょっと待ってね。これはとりあえず下の兵法狙った方がいいよね、絶対。これ下の兵法だな。これでいいの、なんか、何が起きたの、良かったのかな、爆弾狙った方が良かったのかな、それとも。はい、ここ。オッケー、122。で、ラリーにもいい感じダメージが与えられてる。ルドイックまだ倒せねえか。ちょっと待って。吹っ飛びロケ、ちょっとこのパワーさ、ちょ、みんな、あげるわ。で、パワーあげるじゃん。で、上がった。で、ちょっと待ってね。で、受けるダメージ、ちょっと 1.25 倍になるカードあんのよ。これ使って、1.25 倍全員させるじゃん。で、こっちは受けるダメージ2回平気なんで、で、さらにこの経験値2倍のカードがあんで、これをルドウィックで使って、倒すじゃないですか。そしたら2倍になるのかな？多分そうしたら倒した瞬間に2倍になるよね、多分。だからこれでぶっ飛びロケットでルドウィック倒してみていい？で、こいつはレベル24なのかよ。もうすでに俺のレベル負けてんじゃねえか。じゃあ行きます。ほい。ルイージ・マリオ。オッケー。というわけでルイージ・マリオ行きましての、ほい。どっこいしょ。いい感じ。どうだ？倒したか？耐えた？ 157。よし！とりあえずお前経験値これ2倍になったの、ルドウィックだけでも。なったのかな？それだったら嬉しいんだけどね。で、何落としたんだ、あいつ。で、多分これ魔法してくるし、あの、ピュン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 みたいなやつ。ビリビリブーツ、何それ。で、まあ、いや、ラリーはとりあえず経験値なくなった。ラリーだけだよね、なくなったの。で、これ誰だ、周りの足元見ろ。で、ゆっくり、意外とゆっくり見に来るから、そこ注意。で、受けるダメージ2回0だから、まあ、そんな食らう余裕はないと思って、周りにキラキラキラ、誰だ、ペーパーマリオっぽいな。ほわっ、危ねえ、よかった、ペーパーマリオで。ちょっと早く振りすぎた。359。強っ。もう一回来んの、それしかしてこないね、本当に。コメントで教わったけど。で、次誰よ。はい、行った。誰だ、ルイージだ。ルイージだね。ポン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 。バカがよ、死んだんじゃないか、あいつ。あ、いや、強くで425って書いてあったよ。マジで食らったらワンパンっぽいな、あれ。やばいな。それかし避けやすくなってんだろうね。オッケーオッケー。で、何これ、え、このバトルでダメージを受けた回数に応じてスターポイントが貯まる。あれ？これなんかアミーボで見なかった効果。
まあ、とりあえず勝って4013上がってる、これ経験値。わかんねえが、もしよかったらコメントで教えて。ぐは、強いじゃないか。話が違うぞ。まあ、大体バトルに勝ったんだから、ここ通してもらうわよ。これも、計算のうちさ。このまま素直にクッパ城に入れると思うなよ。え？うん、さあ、いよいよクッパ城、心中素直がいいわね。じゃあ、というわけで、いよいよ、じゃあ次回クッパ城行ってみますか。じゃあ次回、いよいよ敵の本拠地クッパ城に乗り込みます。それじゃあ次回の動画で皆さんまたお会いいたしましょう。バイバイ。